おはよう。おはようございます。下の方見えてなかった。もうちょっと下げれるか。うん、オッケー、いい感じ。来てますね、顔が今日はね、何時、2時間もぐらい前に起きたから、もう目覚めてますね、全然今。髪が長いからちょっと今何もアイロンしてない状態だから、後で切ろう。ちょうどアイロンしてないし、本気ですか？昼には切りすぎて後悔してる京香さんが見れると切りすぎないから大丈夫だよ。ちょっとだけしか切れない。ちょっとだけ数センチ、1、2センチぐらい、2センチも切るかな、1センチちょいぐらい。配信で前髪、配信で前髪切らないよ集中できない ここら辺めっちゃ毛だらけになるし、前髪の嫌だよ、配信絶対したくない週に1秒、前髪1週間、どういうこと？どういうこと？家族みんな右利きだね。誰も左利きいない。おばあちゃんとかもそこ、家族じゃなくてもそこ、おばあちゃん、おじいちゃんとかみんな。みんな右利き。なかった気がする。いたかな、親戚とかになれるかもだけどわかんない。まあ合わないしね、親戚。はとこいるけど、いとこがいたらそのしょっちゅう会うのかな、その住んでる場所によるか何かだからいとこに憧れがある、いないから。投げてボール、左手ボール今はもう投げれない小学生の頃は、
小中かな、そのバレー部だった時に練習メニューで両方の手でボール投げてたの。右投げて、次左で投げて、次両手で投げてみたいなメニューがあって、左で投げるやつもあったから、左でこうスパイク打ったり、飛ばないやつでパスのメニューであったから、その時だったら投げれたけど今はできないね。その時も毎日やってたからさ、それもう今捨てないからできないや。両手で投げるのもあった。何、パスメニューで練習の、我はね、小学校5年生くらいから中2までしてたかな。最近もクラブチーム行ったりとかしてたけど、最近ってかちょっと前、最近行けてないんだよね、行きたいんだけど。あんまり感覚開けないでしたいんだよね。久しぶりにしちゃうとさ、腕が腫れるんですよね私も筋肉痛で、そう、めっちゃあのいつだっけな、そうクラブチームに初めて行った時に、去年かな、そう久しぶりにバレーがしたくなって行った時に久しぶりすぎてするのがか、レシーブとかやんないからさ、やる機会ないからさ、久しぶりすぎて次の日筋肉痛で、次の日っていうか何日間か続いて、なんかね、全身筋肉痛プラス腕こうバレてさ、腕レシーブするからさ、もうなんかもうなんていうの、青じみみたいななってびっくりしたなったことなくって、今まで小学校の時とかもなったことなかったのね、別に筋肉痛とかあったけど時々。びっくりした、腕そんな青くなったことなかった、めちゃくちゃ筋肉となった。普段筋トレしたりするけど、ちょっと違うじゃん運動量がはるかに多いからバレー、その普段もなんかめちゃくちゃアスリート並みにやってたらさこうめちゃ鍛えたりしてたらあれかもだけど、うん、普段踊ったりとかしてるぐらいの運動量じゃ足りない筋肉痛になる普通に全身筋肉痛になった。何日か続いた、もう腕腫れて、腕にねずっとね湿布貼ってたのずっと湿布貼ってて、何日間か久しぶりにやったらびっくりしたなると思わなかった。久しぶりだったらめちゃくちゃ動いちゃったからさ、その時ほんと何年かぶりに、5年ぶりぐらいにしたのかな久しぶりすぎて、バレーの人は倒立だけやるけど、あー通り私はできなかったけど練習メニューにあったね。でも小学校の時にあって、中学校の時はなかったんだけど、確か小学校の時は練習メニューにあって、それが倒立で歩くみたいな。でもそれ歩ける人数人ぐらいしかいない、みんなそう、なんかコートの端から端まで歩くみたいな倒立で、
歩けて 2,3 歩ぐらい。時々めっちゃ歩ける時あったけど、難しいあれ。あった練習メニュー。言われて、そうクラブチームぐらいじゃ割れないな。もうめちゃくちゃ、もうめちゃ筋トレもしてぐらいの、いやなんか部活めっちゃ力入ってる部活とかじゃないと割れないよ。インターハイ出たことないですね私は。覚えた、私の時はすごい、この中学校のチームがすごい強豪で、もうそこが強豪なところが2つぐらいあったかな。中学の時3つぐらいあったかな。その夢、なんか夢って、私の小学校の時、私の代では行ってないけど、過去に行ったりしてたかな、わかんない。私の代では行って、強いチームがいたんですよ。その代によって変わるけど、あの小中は、高校はさ、もう東流がすごいけど、高校だとさこう集まっていくじゃん。でも小中はさそんな感じじゃないからさ、結構代によって強さが変わるんだけど、その時の小学校の時にすごい強いチームだった、強いチーム、なんていうの、その他校のチームで、強い子はそのまま中学に上がってまたバレーしてたから、もうそこがずっと強かった。顔にボール当たるのやっぱあるある、あるある、あ時々あるぐらい、そんなにあるあるじゃないかも。時々ね、ほんと。でも正面から当たることは方法ないよ。そう、なんか練習中にボールが飛んできてとかじゃない。正面から当たること方法はない。本当に時々かも、あんまない。大分から全国は厳しいね。どういうこと？春子？違う。コンタクト的、いやね、メガネの方が危ない。メガネの方が危ないから、逆にコンタクトの方がいいです。ホワイトはね、トリオが強い。女子は、男子はどこだっけ、大工と鶴見が丘だっけ、確かそこが強かった。男子はそんなに詳しくないんだけど、明豊バレー、明豊そんなに強いイメージないな。野球と卓球じゃないっけ、明豊って。確か卓球がなんか強いみたいな聞いたことある。野球のイメージが強いけどね、明豊。ここは東流とどこだっけな、あ、大正大、大分商業だっけ、強かったです。大分だったら大正違ったっけな。東流のが
名前が有名だからあれ。そう確か。もういたしょ。そうか、どうぞ。そう野球は明豊が強い。明豊ね有名だもんね。今度一緒にリフォーツ。確か女子は大分商業も強かったはず。確か男子バレーは大分工業です。大工と鶴見学科は強かったはず。春高行ったりとか、その二校どっちがっていうのぐらいだったはず。でも男子バレーはすごいね、迫力が。女子バレーもすごいけどさ、やっぱ男子バレーの方がさ迫力がすごい。って持ってるよね。初めて聞いたんだけど。そんなのあるの？初めて聞いた。私は聞いたことない。バレー部、なんかバスケ部サッカー部みたいなイメージがあるんだけど、あれかな、なんか少女漫画とかでよくあるからかな。少女漫画とかだいたいなんかバスケ部サッカー部みたいな感じじゃない？え、だからそのイメージがある。なのかバレー部が持つ。初めて言われた。私のイメージどこだろうな。女の子でも、女の子なんかあんまイメージないな、どの部活みたいな。なんだろうね、女の子がモテそうな部活。いやむずっ。なんかさ、その男の子はさ、こう分かりやすいじゃん。分かりやすいっていうかさ、さなんか少女漫画に出てきたりとかするからさ、なんかイメージがあるけどさ。あ、テニス部。確かにテニス部、まあ、でもイメージ湧かないな。もう全部少女漫画基準だから、少女漫画のやつの出てくるのさ、主人公の女の子とかさ、部活入ってる子が少なくない？帰宅部みたいな。あと、あ、美術部みたいな。吹奏楽部。あ、吹奏楽部、あ、確かに吹奏楽部はすっごいさ、あの大変なイメージ。バレーはポニテの子が多かったから。バレーはでもなんかさ、バレー部ってさ、強豪校になればなるほどみんなショートカットね、すごいよね。私のところはそんな感じではなかったんだけど、でもショートカットの子もいた。同い年の子が、小学校の頃同い年の子が5人いたんだけど、5人中、いや3人短かったな。でその3人は結構ずっと小学校低学年からずっとバレーやってる子で、 その3人は短かった。私ともう一人の子は同じ、大体同じ時期ぐらい。
もう一人の子の方がちょっと早く始めてたんだけど、まあ長かったから、確かにね、短い方が動きやすいしね。ロングはダメなのかな。うん、それはね、なんか学校によるんだよね。もう切らないといけないところと別にどっちでもいいみたいなとこ、どっちでもいいみたいなとこだったら。なんかその学校による。あ、でもそんな少ないけどね、私の時は少なかった、その切らないといけないみたいなところは少なかった。自分から切る子とかも結構いたから、周りの学校とかでもそんなに多くはなかった。クルーテルで1年覚えずなぞれる。確かに1年だけなんだ。確かにそれは謎だ。実際よりもみんな背が高い。いやー、そんな感じでは、まあ背高い方が有利だけど、そういうわけだ。私そんなに背高くない、153なんで。私でもリベロしてたわけでもなくて、打つ時もあればみたいな。私入ったタイミングとやめたタイミングがすごい絶妙だからさ、そレギュラーで入ってたわけではないんだよね。小学校5年生から入ったんだけど、小学校の時は入って、でその同い年の子がもう、そう、同い年の子5人いて、私入れて、で3人はそのうちのもうずっとちっちゃい頃からやってて、で私は5年の時に小学校3年生だから、2個下の子もうが何人かいたの、6人ぐらいいたのかな、結構いて、でその子たちも結構ちっちゃい頃からやってるみたいな。そう、小学校2年生1年生ぐらい、1年生からずっとやってるみたいな。もうだからうまいのよ普通に。だから卒業の最後の方の試合でレギュラーで出たぐらい、卒業だからみたいな。ポジションバックで入ることも、バックで入ることが多かったのかな最後の方は。ライト？でもライトはね、そう、同い年の子が入ってたから、卒業の時バックで入ってた、バックライトかレフトか。KB に巻いた、あ、それ関係ないんだよね実は、入る前に辞めてるから私。あ、でも正式に辞めたのは入った後だけど、ずっと行ってなかったんで、もう辞めてるようなもんで、辞めたのはだから中3なんだけど、もう中2で辞めたようなもんだからあんま関係ないんだよね。入ったから、地面と入ったからは関係なくて、全然関係ない。無関係。途中、中学生もそう、中2の途中ぐらいで辞めたのかな、辞めたっていうかもうそんま行ってなかったから。もう中2ぐらいってさ、もう先輩がいるのよまだ、中3の先輩が、中3の先輩が6人、何人いたっけな、何人いたっけな、6人か7人そんないたっけ。え、でも中1の時は普通に先輩だけで、もう1年は入らないみたいな、足りてるから人数が。で中2に上がった時に、その小学校の時に一緒にバレーやってた子が1人、そう、一人だけ、そう、またバレーやってて、私と
そう、あとの3人は1人は違う中学校行っちゃって、あとの2人はバスケやってたの。そう、バスケ部に行って、そう、1人中学校でも一緒にバレーやってた子はあのエースだったのね、小学校の時だから。中学校に上がっても中2の時にレギュラーで入ってたかな。そう、あのスパイクで、そう、エースしてたから。そう、でも私はなんかすっごい微妙なタイミングで辞めちゃったからこう先輩がこう引退する前に辞めたのね。引退した後いなかったやつだし、その引退する前に、そうだから、いたかな、引退した後もいたけど、なんか試合とかがなかったのかな、私そんな、あ、覚えてないもん、どこやってたか先輩の最後の試合はいたのよ。こういて思想体みたいなやつ。いて、もうどこで入ってたっけな、覚えてないんだよな。覚えてないもん。多分やレギュラーやってたかな、記憶いないな、まあ、あ、日曜の、ありがとう。じゃあランキング見ましょうか。13位からランキング見ます。13位、ファイヤーさん、ありがとうございます。12位、ゆきひょうさん、ありがとうございます。11位、ゆうまかっこ熊本さん、ありがとうございます。10位、なかみんさん、ありがとうございます。9位、たるぼさん、ありがとうございます。ランキング変わった。13位かも変えますね。13位、ゆきひょうさん、ありがとうございます。12位、ゆうまかっこ熊本さん、ありがとうございます。11位、なかみんさん、ありがとうございます。10位、たるぼさん、ありがとうございます。9位、いるかさん、ありがとうございます。8位、かささん、ありがとうございます。7位、 WY やとマーク影の守護神さん、ありがとうございます。6位、とわさん、ありがとうございます。5位、ムムさん、ありがとうございます。4位、としのりさん、ありがとうございます。3位、バトニーさん、ありがとうございます。2位、ラスカールさん、ありがとうございます。そして1位がシンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。次の配信は12時15分からですね。次はもごもご配信、食べる配信、ブタクポクミョン、これ食べ、あれカップ麺食べます、辛いやつ。あ、これね、アイロンしてない、何もしてない状態、ドライヤーだけして乾かした状態だからアイロンしてない、ちょっと後できる。あと10秒くらいか、早っ。そう、買い物も行ってこなきゃ。ライスペーパーあるかなでまだ店が開かないから開いてくるから、前髪切ろう、とりあえず。じゃあ、あともうちょっとで時間になっちゃうんで、次12時15分からです。ぜひまた見に来てください。めちゃくちゃ辛いのを食べるのでじゃあ、ありがとうございました。また後で、バイバイ、ありがとう、またねー。